Zinkai Otoga, Mike no Otoga, Choto Chisaku na Chata Koreka, Kuno Ashiato, Chocobo Kuru. Kore Chocobo ka? Chocobo Rashikunai, Kore Chocobo. Kore Chocobo ka? バカな真似をする人間で、これじゃないか。これかな？え？これやった。あ、いや、違う。まあいい。バカな真似をする人間でバカな真似をするんじゃありません。バカにならない。 バカにならない。じゃあこのくらい。バカにならない。彼女の地域社会への貢献はバカになりません。バカにする。おっと、違う。あ、チョキボ見つけた。じゃあまずはこのクイアリー殺す。その後、チョコボ手に入れる。 はい、バカにする。学生たちはあの先生をバカにしています。殺せるか、これ。はい。青いやつ。青いやつ。青いやつ。よし、チョコボを捕まえた。 どうやって捕まえた？別にいないもん。二人だけ殺した。捕まえたか。よし、私はチョコボーになった。チョコボーの移動。決定ボタン乗る。キャンセルボタン降りる。チョコボーはプレイヤーが降りると逃げてしまいます。いや、よくわからん。 じゃあ逃げるするな。どこ行く？こっちか。この左、いや、それは何？これは何？あ、これはヘビか。これはボスか。なんだ、強いすぎる、これ。 ああ、そうか。ああ、そう。このやつから逃げるため、チョコボを使っているね。これは強いすぎるか。みんなケール。いや、マインブレイか何？みんなケール。倒せる、これ。その MP、何の MP？ 悲しい。クラウドは悲しい。そろそろエリスのリミットブレイクが来る。まあ、これは倒せるかな。エリスのリミットブレイクいつ来る？バレー、かわいそう。 死んだ、死んだ。そうかな。このやつ逃げるため、職場を使っているかな。かなり強い。多分体力も強い。今日ギリよ。 何？そんなに強くないこのヘビ。でも強いだけど。
まあ体力のことはよくわからん。多分このチョコボを手に入れたためにこの蛇を逃がすためかな。そうかな。あと出てます、その蛇。これはなんだ。蛇の死体。これはセフィロスの。セフィロスがやったのか。はい、セフィロス強いですね。このクラウたちより。バレエリス。こんなことやっちゃう人が私たちの相手。とんでもねえ強さだな、セフィロスってやつは。うん、それだけ。なん、俺のチョコボ、チョコボどこ行った？バカにする。こっちか、まっすぐか。まっすぐです。チョコボ、はい、戻った。こっちだ、こっちじゃない、どこ行く？え？エビ。ヘビ無視しよう。こっちじゃない。こっちか。こっちもダメかな。こっち。ああ、もう戻った。ミッガルかな。こっちか。うん、わからない。登られない、多分この蛇のところ。どこでこの蛇のところ？今のセフィロスに開いた蛇のところかな。蛇。バカヘビ。じゃあこっちか。こっちじゃない。こっち。いやいや。こっちもじゃない。あのセフィロスの場所。こっちです。これどこですか？え？何の意味これ？なんだこのチョコボ、ダメか。はい、ダメだな。大きすぎるチョコボ。そっか、捨てろ。チョコボ捨てろか。行ってる。そして宝箱。バカ当たり。そっか。あの章はバカ当たりしています。バカバカしい。あの人はバカバカしい将来の夢を持っています。バカ話。仕事中にバカ話はやめてください。バカ力。彼は少しの時、バカ力を発揮しました。バカ臭い。そろそろエリスのリミットブレイク来る。このリミットブレイク来るとみんな回復できる。バカすは騒ぎ。バカ騒ぎをやめなさい。バカ正直。これはテント。テント。テントいらない。バカ丁寧な
なのは大切ですか？間に合うか、このエリスの蹴る力。ああ、バレ、かわいそう。大丈夫、バレ。はい、そろそろリミットブレイク来る。はい、リミットブレイク。じゃあみんな回復しよう。バカ丁寧。丁寧なのは大切ですが、あまりバカ丁寧にならないように気をつけなさい。バカ笑い。みっともないからバカ笑いはやめなさい。万事休す。旅行の途中で財布をなくして万事休すになりました。万難を拝して。ご招待ありがとうございます。パーティーには万難を拝して伺います。晩酌スキル、スキル、晩酌スキル、こっち何もない。あ、飛べる。よしよし。こっちはセキルか。いえ、アイテム見てる。遠距離攻撃の見てる。遠距離か。よし、何か見つけた。それだけの遠距離の見てる。チョコボゴミ入れないかな。遠慮、遠距離攻撃、チョコボス寄せ。まあ案外カバーか。回復炎、まあ、遠慮攻撃と炎を入れないかな。右か。どこ？バンジキュース。旅行の途中で財布をなくしてバンジキュースになりました。万難を拝して。ご招待ありがとうございます。パーティーには万難を拝して伺います。晩酌スクリスクリスキル、晩酌スキル。彼女は晩酌好きで留学を諦めました。罰が悪いけれど。よし、マインドアップ。マインドアップか。マインドアップ何？マインドアップ、精神を上げる。まあ精神は魔力の関係かな。ガードアップ、体力を上げる。あ、これはレアキャンディみたいかな。これはレアキャンディかな。レアキャンディ、全部のレアキャンディクラウドでかな。クラウドはセシロスより強くならなきゃ。精神かな。ガードの方がいいかな。クラウド、そうだな。まあいい、クラウドでガードアップいいだろ。マインドアップどうかな。クラウドの頭いいかな。罰が悪い。罰が悪いけれど、友達のお父さんに仕事を頼みました。頼みに行きました。罰を合わせる。私の言い訳に彼が罰を合わせてくれました。ヘビ。ああ、誰やね。ボールチェーン。あのボールチェーンの人ね。何？
Let's do it. Kunai. Kusari ball kana. Batsu o awaseru. Watashi no iiwake ni kare ga batsu o awasete kuremashita. Oh, Barrett can only why. Benkei no naki dokoro. Benkei no naki dokoro. Kare wa tsubarashii yakkyu no senshu desu ga, batta toshite wa kaabu ga benkei no naki dokoro desu. Doko? Hidari ka? Tabun. Aitun kana? Chotto matte. Ludo. Kesama wa ore ga dare da ka wakaru ka? Wakaru ka? Kyoumi nai, ne? Tax da. Oboete oite kure. Ore tachi tax no shigoto o 説明するのは難しい。じゃあ、タークスだろ。知っているのなら話は早い。俺たち、タークスの仕事を説明するのは難しい。人さらいだろ。悪意に道。道かな。道た、言い方をすると、そうなる。しかし、今はそれだけではない。え?先輩。ルーツ先輩、喋るの苦手なんだから無理しないでください。イリーナ、頼む。 私 Turks の新人のイリーナ・レノがあんたたちにやられて Turks は人手不足かな。おかげで私 Turks になれたんだけどね。まあそれはともかく私たちの任務はセフィロスの行方を突き止めること、それからあんたたちの邪魔をすること。あ、逆だったか。私たちの邪魔しているのはあんたたちだもんね。イリーナ、喋りすぎたぞ。スンさん、我々の任務を彼らに教えてやる必要はない。すいません、ションさん、お前たちには別の任務を与えてあったはずだ。行け、定時連絡を欠かすなよ。ああ、そうでした。それでは、私とルード先輩は、ジュノンの港へ向かったセフィロスを追いかけます。イリーナ、私の言葉の意味がわからなかったようだな。ああ、すみません。行け、セフィロスを逃がすなよ。はい。はい、は。おは。レノが言っていた君たちに、ふわされた怪我が治ったら挨拶したいと。しないなる君たちに、新しい武器を見せたいそうだ。さて、エリス、久しぶりだな。しばらくの間、君は、シンラからは自由の身で、身だ、自由の身だ。セフィロスが現れたからな。何言いたいの？セフィロスに感謝しろって。いや、あまり会えなくなるが、元気でな。あなたにそんなこと言われるなんて不思議。では、翔くん、
Chou-kun, できれば信頼の邪魔はしないでもらいたいものだな。戦えないか。じゃあ右上見ましょう。アイテムか。どこだ。それじゃない。弁慶の泣きどころ。彼は素晴らしい野球の選手ですが、バッターとしてはカーブが弁慶の泣きどころです。勉強になる。初めて中国へ行って良い勉強になりました。そろそろバレーをケールしようか。まあバレーだけ弱いからクラウドのケールしようか。よし。何かないか。何もない。なんだこの道。はい、どっち？こっちかな。こっちか。あの、スンのやつ。スンの前にあの部屋、何かあるかな。あ、宝箱。エリクサ。そして、ハイポーション。それだけか。これはボス戦かな。制限のとこ、ボス戦のスンのやつかな。勉強か。彼女は勉強家だから新しいことでもすぐ覚えます。値段を勉強する。これを買っても良いけれど値段をもう少し勉強してもらえませんか。便利や。彼は便利やんて何でも直せます。弁舌の立つ。あの評論家は弁舌の立つ人としても知られています。弁舌を振るう。部長は会議で弁舌を振るいました。いろいろな表現ですね。あの値段の勉強のこと、値段も関係がある。わからなかった。ただの勉強だと思った。でも値段か値段を勉強する。変だな。なんで弁舌。ああ、出た。じゃあ次の場所、この近いところです、多分。この近い丸、たこ焼きみたい。あ、いや、これは何？ヤギと、ああ、テラか。ここは長い間、神羅軍と戦ってきた戦場。今もじっくりと腰を据えて彼らと戦っている。もしあんたらの旅に余裕があるならば我々に協力してくれ。でも無理ことは言わん。急ぎの用があるのならそちらを済ましてからの方が良いだろう。ジェノンの町はどこにある？そうか、ジェノンの町は、ここを海沿いに来て、ずっと行ったところだ。小高い丘の影になっているから気をつけてな。ここは長い間、神羅神馬。我々この。協力してもいいが。そっか、それなら
上に登って詳しい話を聞いてくれ。よし、誰か見つけた。どっかな。一回出ると何の状況。戻ったか。どこ行った。逃がすな、逃がすな。ここは長く。すまらない。なんで、お前どこ行ったって。何か、そのように。なんで逃がした。なんで。連れてこい。まあ、行こう。これはな、縄か。ロープ、普通にロープでも、忘れた縄かな。縄だな。縄はしごか。縄好きはしご。人間か。ほう、珍しいな。こんなところまで登ってくるとはな。変わった目をしているな。まあ関係ないが、ここはもうすぐ神羅島の戦場になる。巻き添えにならないうちに降りなさい。神羅だってこんなところへ何しに来るんだ。どういうこと。センバって、あなた方も神羅島は何かあるらしいな。せっかくここまで登ってきたんだ。ちょっとだけ話を聞いてい、いかないか。やめておこう。何言ってやがんだ。ここの連中も神羅と戦っているんだぞ。それを見捨てるのか。せっかくここまで来たんだからね、クラウド。この山の上に何が乗っているかわかるかな。何かあったか。大きな島さん。マコロとコンドルだな。確かに山の上にあるのはコンドルとマコロだ。神羅は、これは同じか。多分同じ。いいだろう。この山の上に何が乗っているかわかるかな。何かあったか。大きな島さん。鳥さんか。マコロネとコントローダーだな。確かに山の上にあるのはコンドルとマコロだ。神羅はマコロの上にコンドルがいることが気に食わないらしい。ちょっと大きな鳥だろ。なんでまた武力まで使って排除しようとするんだ。どうして。どうやらこの上のマコロには何やら特別なミティエラがあるらしい。そこへコンドルが来たので、神羅は慌てて軍を送ってきた。軍の目的はコンドルとこの山に住む私たちの排除だ。今、コンドルは数年に一度しか、産まない卵を温めている。私たちは、神羅の手からコンドルの宮を守ってやりたい。宮か。新しい命か。俺がやってやるぜ。神羅から守ってやるぜ。コンドルの卵守らないとね。残念ながら私たちには直接神羅と戦うだけの能力はない。兵をやって一緒に戦ってもらっている。これは兵かな。おつかもの。何がおつかもの。おつかものか。スポンサーと
してギルの炎上、炎上でもいい、一緒に戦ってくれるのでもいい。どうだろう、一緒に戦ってもらえないか。何を迷う、俺たちがやるんだな。だよクラウド、何迷っているの。興味ないな、何考えてんだ。お前はそれでも人間か。なんだ、がっかり。そうか、気が変わったら来てくれ。わかった。おうよ、俺たちがなんとかするぜ。そうよね、頑張りましょう。よしよし、セーブしよう。あのセーブ場所、どうやって行く。あ、はしご。あ、こっち。じゃあちょっと休憩しよう。30分かかった。喉が渇いています。え？休もうね。いや、やめておこう。休もうね。そうだな、休むか。ああ本物をセーブ作りましょう。弁舌の立つ。ああ PHS も使える。ああこの二人いいだろう。久しぶりの本物のセーブ。よしよし、休憩します。